氷罰は、五湖十六国時代の北園の第二代天皇。漢族出身の後への将軍であったが、母葉広氏を殺害して、高栗出身の母葉雲を擁立し、北園を建てた。母葉雲が、近親に殺された後、氷罰が、北園の天皇の位についた。南朝宗へ入朝した。漢人で、進むの長楽軍神都県の出身。鋭華の乱が起きると、 祖父の氷和が上等へ移住した。氷罰の父の氷安は、武勇と器量があり、西燕の母用久しの将軍となった。394年に後縁が、西燕を滅ぼすと、氷罰は東の和流に移されて、家を馳せに置いた。氷罰は幼い頃から立派であまり喋らず、とも人で態度があった。氷罰の弟3人は、任教者で不修行であったが、一人、 氷罰は謹慎で家業を手伝ったという。後縁で母葉宝が即位すると、その中英将軍となった。母葉宝の養子の母葉雲は、口数が少なく時の人に愚人と言われたが、ただ、氷罰だけはその土量を認めて、ともとした。401年に母葉博士が即位し、407年に、氷罰と弟の氷祖ールが山沢に逃げた。 その理由として、真珠にあるのは、母用博士の即位前に、氷素ルといとこの氷万泥が昔水に浮かぶ、金流を見つけて捕らえたという話を聞き、母用博士がそれを求めると、氷素ルが目秘としたためである。母用博士は密かに、氷罰兄弟を中殺したいと考え、後に、氷罰も罪を得たので、山沢に逃げた。探し出されて殺されることを恐れた兄弟は、 母用広氏への反乱を図った。これに、いとこの氷満泥、長京、同年に反乱に失敗した、不審羅22人が、欠測りごとした。氷罰と日程は夫人に車を魚させて、龍城に潜入すると、北部芝の孫守の家にかくまわれた。そして母用広氏が、皇后の不音への葬儀のために、龍城を出ると、長京や不審らが乱を起こした。氷罰は、 母用雲をよく思って君主に押した。氷罰のいとこのこの氷入鎮等が、鼓騒がして、広見積もりに進むと金鋭は皆逃げたので、氷罰は入場して、城門を閉めた。選挙の報告が届くと、母用広氏は急いで帰還して、夜に、竜城の北門を攻めたが、勝てずに門外に締め出された。母用雲は天皇に即位して退社し、生死に改元した。 国号は縁のままだが、この時後縁は滅んで北縁になったとされる。ただし母用雲は後縁の皇族で、実質的な建国者は氷罰であるため、高雲を後縁最後の皇帝とする場合もある。締め出された母用広氏は、龍東縁で龍城の攻撃に備えた。しかし母用広氏は不可解な理由で逃げ去った。母用罰が龍城を攻撃したが、 兵が、母葉博士が逃げたことを知ると動揺し、母葉罰は、氷罰に殺された。同日、母葉博士は庶民に化けて、林の中に隠れていたのが見つかり、母葉雲に届けられた。母葉雲は、母葉博士の罪を数えて、諸子と共に殺した。この時、名前を後世に戻した。高雲は、氷罰の区靴であった。を、時中、都中外軍 進む北大将軍、海部義道三子、六将所持、武勇行、兵万泥を、少書霊、兵祖ルを、正始務院、兵罰の弟の兵広氏を、政党大将軍、孫守を、少書左僕や、長京を、北国大将軍とした。高雲は即位の際、自らは、苦毒が足りないと感じて、内関を危惧し、李藩や当人ら禁鋭を徴用して攻動していた。 しかし、李藩や当人はなお不満を募らせて、409年冬、東道において幸雲を殺した。氷罰は、広光門で乱を傍観していたが、配下の長安氏と李宗が、李藩と当人を殺した。こうして、氷罰が、州に衰退されて、生死3年に、マサはじむで天皇を称した。旧国王に手をつけずに、縁のままとし、境内を退社して、太平と改元した。 前日の通り、氷罰は北縁の初代天皇とも二代目ともされる。氷罰は高雲を恵ぐみ皇帝と送りなした。氷罰は政治に努め、農耕を奨励し、税役を軽くしたので市民は大喜びしたという。北儀に難境を犯されながらその治世は二十、四年続いた。太平二十二年に氷罰は病死し、大使の氷翼に国を任せた。しかし、 総婦人が、自分の子を大いにつけるため、氷ょ氏に、氷翼を殺させて、その書士を中止した。ABCD、新女、虚伐再起巻125、儀所巻十七ハット AB、新女巻二十四母用運はじめ木ハット ABC、史実岩巻114岬、五個十六国、中国史上の民族大移動、p 百九9新女、儀書等岬、 午後16国、中国史上の民族大移動、P110、ありがとうございます。